ゴスケアでーす。やっほ。今日は道具100均やります。はい、ってな感じで始まりました。落ち着いていきましょう。実はこれテイク3です。はい、何やってんだ俺っていうね、何やってんだ俺っていうお客様のここに納品書が思いっきり映っておりまして、取り直したらまたちょっとずらしたのが、足りなくてまた映っててっていう、俺はアホかみたいなね。はい、よいしょ。よいしょ。って感じでキーホルダーを今作ってたのね。いつものやつですよ。これも2つあんのよ。慌ててこういうの出品するときにバーっといっぱい種類があって、これ1個、これ2個、これ3個、これ1個ってパパパパって数を入れる、その数を間違えると、少ない分にはいいんだけど、多く入れてると、ない在庫を売ってしまうことがあるんだよね。やっちゃったと思って、いくら探してもないんですよ。諦めてて新しいの作ればいいんだけど、まあ、なんてことないんで、時間もそんなにかかるものじゃないんで、サクッと作らせてもらいましたけどもね。はい。ってな感じで、1つ作らせていただいて、いつもはね、ひし形の小さいのを入れるんだけど、はい、ちょっと大きいステッカーも一緒に入れました。まあね、お客様はこんな俺がバタバタしてるのって知る由もないと思うんだけど、なんで2つあるかっていうと、これがなんで2つあるかっていうと、慌てて作業してるから、曲がってるって後から気がついてというね。はい、もうドタバタ、ほんとドタバタです。何やってんだ俺って自分でね、自分に言ってます。はい、ちょっとね、俺がけしようと思って作業し始めたら、なんかどこか心の中で焦ってんだね。うん、バタ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 しちゃって、まあ、この後いっぱいやることあるから一個ずつ順番に片付けていかなきゃいけないんだけど、よいしょ。こんな感じで、はいね、キーホルダー3つほどお買い上げいただきました。うちのキーホルダーね、お財布と同じねやつでやってるから、革で作ってるから、お財布とセットでとかね、お揃いで、自分の使ってるお揃いのお財布と同じキーホルダーのキーホルダーに同じ革が使ってると、ちょっとおしゃれじゃない？いいじゃんって俺思うんだ。だからこれやってんだけど、うん、よし、映っちゃいけないね、映っちゃいけないね。はい、よいしょ。で、もう何をやってんだか知らんけど、俺はこれね、ブログには載せたんだけど、これ穴開いてますけど、穴開けてって違う、カードケース、裁断して、染色して裁断して刻印入れて、裏を見たら裏に結構ダメージがあるところで、これはさすがにちょっとなっていう、アウトレットでも出せないなと思ったんで、まあもうしょうがない、有効活用するのにパパパッと裁断して刻印入れて、同じようにドックタグ型のコインケ、キーホルダーを作ったんだけど、ここのところさ、いつもの大きい刻印のここのど真ん中、そう、ここね、ここをボンと抜いたのよ。なんかこの雰囲気良くない？なんかかっこよくない？まあちょっとオフセットしてんだけど、まあそれも良かったりするんだけど、なんかいいじゃんいいじゃんって勝手に思ってます。うん、なんかこれいいじゃん。でもさ、まあ一個だけなんだけど、何か誰かね、うちでお買い物をしてくれた皆様の中で誰か1名だけなんかポロッと入ってるかもしれません。プレゼントにします。入れようとしたけしとこうね。でよかったらね、レザークラフトやられる方だったら、ね、この革磨いてみてください。コバとかね。ああ、これこういう感じなんだっていうふうに感じてもらえると嬉しいです。これはワルピエ社のブッテロです。はい。ね。写真黒。ガー、ゴスケこんな感じに染めてんだとかね。うん。こんだけツヤないんだとかね。うん。まあまあ、そんな感じてもらえたらいいかなと思います。はい。この動画になっちゃうけれど、ほら、コインリング作ろうと思って、じゃらじゃらって両替してきました。けど、お目当てのものが入ってないんだよね。
でもさ、これな、うまくすりゃ面白いんだよね。アメリカの25セントクォーターって、通常のものはイーグルの柄なんだけど、例えばアイオワ州はこんなお家のおやつだったりとか、でも表は一緒なんよね。このいろんな柄があるじゃない？これなんだ？お花、ハイビスカス2015。これどこだ？何州だ？なんかハイビスカスとトンネル、お城みたいのがあるな。普通のはこれね。普通のやつのは年数がドンって書いてあるから、これ74年。86年。ね、まあまあまあ、そんな、これはメインのあれじゃないんだけど、100均、今日は100均ね。100均って、もちろん100円均一だよね。100均。キャンドゥとか、ダイソーとか、セリエ？セリア？セリエ？セリア？どっち？セリアか。わからんけど。これ何？桃？桃じゃないよな。これなんだ？ジョージア州の、この絵。これなんだろうね。100均って言葉が、ね、定着してるよね。いや、レザークラフトのキーワードでも、レザークラフト道具100均なんていうキーワードで探してる方っていうのがおられるみたいで、なんだろうね。100均で買えるものって結構ある。72年。結構あると思うんだけど、90年。まあ、うちで言うと、なんだろうね、こう、ヘラ？木のヘラで、ちょっと水を掘ったりとかして、スリッカーに長らく使ってたものがあったんだけど、どこ行ったかなと思ったら、処分しちゃったんだね。もう使わなくなっちゃったからね。結局、その場しのぎというか、まあ、使いなくはないけど、いや、それは専門のものの方がいいよねっていうのがほとんどだと思うんだ。これ多いな。これ何？これ何？どこ州？ちっちゃすぎて読めない。これ何の絵っていうのあるけど、ワイオミング州のこの大間のマークのとこかっこいいよね。ハワイのとかね、テキサスなんて星のマークがあったりとかしてね。そうそう、100円、そう、100円の道具ってあんまりないんだけど、一つだけ僕ずっと使ってるものがあります。これ、ゴムハン。これ100円じゃなくて、100均の中でも、100均の中の200円コーナーとかあるじゃん。そんなとこにあったと思う。200円だか300円だか忘れちゃったけど。これかっこいいな、このカワセミみたいの。ブロックアイランドってどんなんだろう。州だけじゃないのかな、最近のはね。詳しくないんだけどね。96年。これ誰？宇宙飛行士か。これは、なんかこれよりもっといいもの多分あると思うんだ、専用の。ね、ちゃんとしたものが。で、これ、初めはね、ご多分に漏れず臭かったのよ。とっても、こう、安いこういうゴムの獲物って臭いじゃん、なんか。でもね、匂いも抜けて、なんかわりかしいい感じになってるよ、今ね。なーい、また両替してきましょうね。76。ね、こんなにいっぱいあってもないものはないんだよね。よいしょ。
そう、あとは、まあ、なんだろうな、千枚通しみたいなもんとか、なんか使えるだろう、これと思って買ってきて、でも、あれさ、100円検視とかって、これ使えんじゃね？とか、そういう想像しながらものを見てると、楽しいっちゃ楽しいよね。そう、まんま使えるものっていうのより、その100円の中で、レザークラフトにこれ使えるかもな、これをこういう風にしてちょっと加工したらこうできるよねとか、そんな風に思いながら見てるのはとっても楽しいと思います。でも結局のところいろんなもん買ったけど、残ってるものはねえなっていうのが正直なところかな。ってな感じで、ね、ちょっとやることがまだまだいっぱいあるんで、今回の動画はこんなもんで終わりにしようと思います。また遊びに来てね。バイバイ。